皆さん、こんにちは、ロキです。今回はですね、私がカメラ転売を始めて4ヶ月目に、やっていたことについてお話ししたいと思います。4ヶ月目はですね、副業で、3ヶ月間、カメラ転売に取り組んだ後ですね、ある程度利益が、取れるようになってきていたので、専業ということで、実家にね、実家の親に話して、これからちょっとカメラ転売一本でやっていきたいというふうに話してですね、その本業の方をやめてですね、独立して、晴れてカメラ転売一本で、チャレンジをするという、月になったわけです。そして、結果から話すとですね、終わってみたら、月収50万円を超えていたという形になります。で、ちょうど3ヶ月目のね、動画見ていた方は、お分かりになると思いますけれども、3ヶ月目で、利益が伸び悩んでいたということと、これから先ね、作業量を増やさなければ、稼ぐことができないのかという、悩みにぶち当たっていて、いろいろ模索をしていた時期が3ヶ月目だったんですが、4ヶ月目に関してはですね、新しく、コンサルを受けてですね、それも結構な金額払って、コンサルを受け直したんですけれども、それで、高値売りのスキルというのに特化した、スキルを磨いていったということですね。で、この高値売りのスキルを身につけたことによってですね、仕入れ限度額が、自分の中で、決まっていた商品がほとんどだったんですけれども、その限界突破ということで、仕入れ限度額の限界突破をすることによって、今まで仕入れられないと思い込んでいた価格帯の商品も、仕入れられるその範囲になったということで、だいぶ仕入れが楽になったということが言えます。本当にその高く売れればですね、それ以下の商品っていうのはほとんど仕入れられるようになるわけですよね。理屈で言えばですよ。今まで8万円でしか売れなかった商品、それ以下でしか仕入れられなかったはずが、10万円で売れるというふうになればですね、当然9万円で仕入れることもできるわけですよね。そういった形で、高く売ることを意識するスキルを磨いていったことによってですね、だいぶ、仕入れが楽になったと。そして、短時間にですね、仕入れができるようになっていったので、かなりですね、生活にゆとりが生まれてきたのがこの4ヶ月目ということですね。なので、基本的にはですね、最初の方はいかに安く仕入れるかということに特化したスキルを磨いていって、今現在は、それプラスですね、いかに高く売るかということの、スキルを学んだ結果、本当に良かったなと。自己投資をそれだけ、本当にお金かなり払いましたけれども、そのお金を払ってまでもね、勉強して良かったなというふうに今は感じています。なので、例えばですね、今あなたがですね、一つコンサルを受けたりとか、何かコンテンツを購入したと、それでもし稼げないとか、もっと稼ぎたいという場合はですね、新しくコンサルを受けるなり、コンテンツを購入していくとか、そういう形で、自分自身のバージョンアップをですね、常にしていくというマインドは、本当に成長していこうと思っている方であれば、必要なんじゃないのかなというふうに思います。はい。本当にそういうふうに、高みをね、どん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 目指して、常に今の自分自身に満足しないでですね、例えば本当に月収50万円稼げるようになったら、今度は月収50万円余裕で稼ぐ方法はないのかとかですね、逆に、100万円稼ぐ方法に移行していったりとか、次まあ100万円稼げるようになったら、じゃあこれをいかに短時間で稼げるようにするかといった感じで常にですね、模索していく必要はあると思うんですね。そういうふうに模索していくとですね、その前に悩んでいたことっていうのが改善されて、できるようになっていると。自然とですね。ですので、目標設定を常に、
次次と言った感じで、持っていくことと、さらにそこに行くために、新しいノウハウをどんどん自分に、注入していくというこの2つの作業は、これはもう本当にとても大事なことだなというふうに、思います。ですので、まず、初心者、カメラ転売をね、始めてらっしゃらない方、これからネットビジネスどうしようかなというふうに考えて、私の今の動画をご覧になっている方であればですね、まずは、独学でちょこっとやってみてもいいと思います。おそらくできないというふうになると思うので、これはちょっと無理だなというふうに気づいた段階でですね、いい師匠を見つけてと言いますか、この人のコンテンツが欲しいとかですね、この人のコンサルを受けたいとか、そういう方の、方をうまく見つけてですね、ある程度自分に、自己投資をして、早い段階で教えていただいた方がですね、今例えば一つの悩み事があったとして、その悩みを一個解決することっていうのは、実は知ってる人に聞けば一瞬なんですよね。ただ、自分で考え続けて、解決する問題ならいいんですが、こういったネットビジネスの問題っていうのは結構難しかったりとか、Google で調べればある程度のことは出てきますけれども、カメラ転売のノウハウの部分っていうのは出てきませんので、そういうのっていうのは本当に聞いてしまえば一瞬なわけですよね。それか、それに見合った答えのあるノウハウを買ってしまえば、もう本当に考えが一瞬でなくなってですね、次はさらに次のステップの考えが生まれるというか、悩みというかね。でもその悩みっていうのは必ずグレードが上がった悩みになってますので、その問題を解決した時には、自分の月収も上がっているというふうに、どんどん好循環の悩みになっていくと。それとともに、収益もどんどん上がっていくというふうになってきますので、初めの段階でなるべくつまずかないようにして、いただきたいなと。もう本当に初めって一番肝心だと思います。とっつきですよね。始めた時に、もうこれは無理だと、稼げないというふうに決めてしまったらですね、もう二度と、カメラ転売をやるということは、ないでしょうし、強いてはネットビジネス全体をね、こんなの絶対に稼げないというふうに思ってしまう方も結構多いと思いますので、せっかくこうしてですね、ネットビジネス、物販ということでカメラ転売を、興味持たれているのであれば、そこの部分をしっかりと考えていただいて、チョイスしていただければなというふうに思います。私、今現在もですね、どんどん効率的なやり方とか、もっともっとさらに収益を上げる方法ということで、考えてですね、新しいノウハウとかバンバン、購入したりとか、教えてもらったりとかしてですね、自分のバージョンアップに、努めておりますので、皆さんにはですね、初めの段階でなるべくそういったものを凝縮してお伝えできるような、コンテンツとかもですね、今後は作っていく予定ですので、その辺も踏まえて、皆さんにはね、しっかり考えていただければなと思います。とにかく初めが肝心ですので、諦めないでね、頑張っていただければなというふうに思います。はい。そんな感じで、今回の動画は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。